マラガクルブデフトボルは、スペインマラガに、本拠地を置く、プロサッカークラブ。2020から21シーズンは、リーガエスパニョーラのセグンダディビシオンに所属している。アンダルシア州で、最も歴史あるクラブの一つである。1948年5月25日、CD マラガは、ジュニアクラブの CD サント・トマスを引き継ぐ形で、リザーブチームを立ち上げた。 CD マラガは九百三十三年に CA、マラゲーニョを含むマラガの二つのクラブが合併して結成されているが、リザーブチームはこの際に消滅した CA マラゲーニョという名称を譲り受けた。九百五十九から六十シーズン、リザーブチームの CA マラゲーニョとトップチームの CD マラガは共にテルセーラディビシオンに在籍することになったが、前者は本来ならば、 リーグ規定により降格するはずであった。これを回避するために、彼らは母体となるクラブから分割され、リザーブチームではなく独立した一つのクラブとして、スペインサッカー連盟に登録された。1992年、CD マラガは財政難により解散し、リザーブチームの CA、マラゲーニョが CD マラガのリーグ参戦資格を譲り受けて存続した。 1992から93シーズンの彼らは、テルセーラ・ディビシオンのグループ級に参戦して、成功を収め、セグ軍ダ・ディビシオン B 昇格を果たした。しかし、翌シーズンには再び、テルセーラに降格となり、さらに財政難に直面して、活動停止の危機に追い込まれた。1993年12月19日、クラブのメンバー間の投票によって、 クラブ名称の変更が選択された。1994年6月29日、CA マラゲーニョはマラガ CF に改名し、かつて CD マラガと呼ばれていたクラブが公式に全身クラブとなった。また、1990年に CA マラゲーニョのリザーブチームとして SD マラシターナが設立され、トップチームのマラガ CF への改名と同時にマラガ CFB となった。 なお、2009年からは、トップチームの旧賞である CA、マラ芸人を名乗っている。2000年代初頭のマラガは、有望な若手とトップレベルの選手たちを抱えており、より近代的で、先進的なスタジアムの所有を誇っていた。UEFA チャンピオンズリーグ出場権には、届かなかったが、大きな支持を集めたホワキンペイロ監督の下で常に、成功を収めた。2002年には、 UEFA インタートとカップに出場し、カーヘンとビレム2、躍進中のビジャレアル c f を破り、クラブ史上初となる国際大会でのトロフィーを獲得した。2002から03シーズンの UEFA カップでは、FK ゼレズニチャルサライエボ、X、アテネ FC などを撃破し、準々決勝でボアビスタ FC に PK 戦の末に敗れたものの、 大会前の期待以上のベスト8という成功を収めた。ペーロ監督の引退後にはチームの解体が緩やかに始まり、ダリオシルバ、キキムサンパ、フリオデリー・バルデス、ペドロ・コントレラスなどがクラブを去った。2003年夏にはファンデラモス監督が就任した。2003から04シーズンのホームでの FC、バルセロナ戦では、サルバがハットトリックを達成するなどし、 クラブ史上最高の5から1というスコアでカタルーニャの巨人を粉砕した。また、テルセーラディビシオンに所属していた B チームが2002年にはセグンダ B、2003年にセグンダディビシオンと立て続きに昇格を果たしその後3シーズンをセグンダで戦った。2004年夏にはファンデラモス監督が就任からわずか1シーズンでセビージャ FC に去り、 グレゴリオ・マンサーの監督が就任した。経営難によって主力のホセミやサルバを放出せざるを得ず、新戦力のマルシオ・アモローゾやパウロ・アンチョペは使い物にならなかった。10節からの9試合で8敗を喫して降格圏に沈んでいたクラブを救ったのはアントニオ・タッピア監督だった。マンサーの監督からチームを引き継ぐとカンテラから セサルナバスを引き上げ、最終ラインに安定感をもたらした。若手のフアン・ロドリゲスや新戦力のフェルナンド・バイアーノらの攻撃陣を積極的に起用し、最終的に10位に食い込んでみせた。2005年夏には、サルバを買い戻し、ウルグアイ代表のリカルド・モラレスを獲得したが、主力の大量放出の穴は埋まらなかった。2005からレロックシーズンは、開幕から黒星を積み重ね、 わずか勝ち点24しか上げられずに最下位でシーズンを終えてセグンダ降格となった。またセグンダに所属していた B チームも同シーズンは21位に終わりトップチームの降格とは無関係にセグンダ B に降格となった。B チームは翌シーズンもさらに降格で元のテルセーラに戻ってしまいその後もたびたび昇格プレイオフに顔を出しながら 未だ最小格には至っていない。2006年、かつてレアルマドリードの会長を務めたロレンソ・サンスが、クラブの株式の97%を取得し、かつて選手として、キャプテンを務めたロレンソの息子フェルナンド・サンスが、会長に就任した。2006から07シーズンは、良いスタートを切ったが、彼らの調子は、劇的に落ち込んだ。ラスト6節のうち2節は、 セグンダ B 降格圏に沈んだが、この困難な状況を何とか打開し、セグンダ降格者年度を乗り切って、残留を果たした。2007から08シーズンも7連勝するなどして、スタートダッシュを決め、昇格への軌道に乗っているように思われたが、やはり調子を崩し、首位の座を CD、ヌマンシェアに奪われた。最終節はホームでの CD とニリフェ戦であり、 プリメーラ昇格を決定づけるには、勝利が必要であったが、アントニオイダルゴの2得点で2から1と勝利して2位の座を守り、3シーズンぶりのプリメーラ復帰を決めた。2008年夏には、タピア監督を復帰させ、プリメーラ昇格に貢献した DF、ヘッスがメスや MF、アポーニョを引き止めつつ、以前に所属経験のある MF、セルジオ・ドゥダ、FW、アルベルトルケなどを獲得。 2008から09シーズン開幕から4試合は無得点で1分3敗得選したが5節のバリアドリード戦で初勝利を挙げると8節のアウェーでのセビージャ戦まで4連勝しその後は安定して1桁順位をキープしたエイルケは途中出場が多いながらも8得点と復活しツダは チームトップの8アシストを決めるなど、シーズン前に補強した選手が期待に応えた。プリメーラ初挑戦のアポーニョと FW ナビルバハは、それぞれ9得点を挙げ、55得点はリーグ6位の成績だった。最終的に8位でシーズンを終え、昇格組として最高の成績を残した。2009年にアンダルシア州のセビージャ、ウエルバ、ヘレスデラフロンテーラ、マラガを、 開催地として行われたピースカップではアストンビラ FC に勝利したがアトランテ FC に敗れグループリーグ再開に終わった2009から10シーズンのリーグ戦は前シーズンと一転して17位特選した2010年6月11日カタール王室の一員でもあるシェイクアブドゥラビンナッサル アルタニが3600万ユーロと報じられる金額で f ンス会長からクラブを買収した。7月28日、アルタニはクラブの会長に就任した。FC ポルトなどを率いた経験のあるジェズアウド・フェレーラ監督が登用されたが、低迷が続いたために2010から11シーズン、途中で解任された。ビジャレアル CF やレアルマドリードを率いた経験がある。 マヌエル・ペジェグリーに監督が公認監督に就任し、2011年1月にエント・マレスカ、マルティン・デ・ミチェリズ、ジュリオ・バチストなどを獲得すると、シーズン終盤戦に一気に順位を上げて11位で、シーズンを終えた。2011年夏には、マラガ出身であるフェルナンド・イエロー・ GM として、昇平し、11人の選手を放出するとともに、ルート・ファ・ン・ミステル・ロイ、ヨリスマ対戦。 ジェレミー・トゥララン、サンティ・カソルラ、ホワキン・サンチェスなど、確かな実力のあるベテランを中心に補強を施した。ペジェグリーニが、初めて、フルシーズン指揮した2011から12シーズンは、カソルラの大活躍もあって、リーグ4位となり、クラブ史上初めて UEFA、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。一方でオーナーを筆頭とする経営陣の怠慢な、 資金繰りによる給与や遺跡金の未払いが2012年頃より表面化し始め、2011から12シーズン終了後には主力であったカソルラをアーセナル FC へ売却した。2012から13シーズンの戦力低下は不可避であったが、それでもホワキンやシンカニや新加入のハビエル・サビオーララベテラン勢の活躍やペジェグリーニの戦術の浸透もあり、CL では プレーオフを勝ち抜くだけでなく AC ミラミや FC ゼニト、サンクトペテルブルクなどを抑え、グループリーグを首位突破した。しかしながら資金難が改善されることはなく、UEFA によって、今後4シーズンの欧州カップ戦参加禁止の処分が、下されることとなった。2013年夏には、イスコー、レアルマドリード、ホアキンを、フィオレンティーナ、ジェレミー・トゥラランをモナコへ売却し、 監督もベルントシュスターが公認に就任した。2017から18シーズン、プリメーラ残留に向けて、夏の遺跡史上では12人、冬には8人もの選手を補強したが、いずれも実ることはなく、開幕後連敗を喫するなど、不安定なスタートとなった。1月中旬のヘタフェシー F 戦に敗れ、降格圏の19位に転落すると、監督のミチェルを解任し、後任に、 ホセゴンサレスを据えた。しかし、状況は改善されるどころか就任後リーグ戦7、連敗など悪化の一途をたどり、後半戦は20位から一度も抜け出すことなく、11、シーズンぶりのセグンダ降格が決定した。降格の要因には、サンドロ・ラミレスに代わるエース候補とされたボルハバストンの不調、カタールンオーナーのアルタニによるワンマイ経営などがあった。 降格後もずさんな経営が続き、2019から20、シーズンには、レスターシティからフリーで加入した、岡崎真嗣やレンタル先から復帰したホセロドリンゲスが、サラリーキャップの問題で、選手登録が開幕に間に合わない事態となった。クラブは抗議したものの岡崎はわずか1ヶ月で退団。ロドリゲスは、フエンラブラダにレンタル遺跡となった。2020年2月19日、アルタニは、 クラブの資金を私的に利用した横領などの容疑で一時的に解任され、公認には裁判所が指名したホセマリアムーニョスが就任した。同じアンダルシア州内に本拠地を置くグラナダ CF とライバル関係にあり、彼らとの対戦は東アンダルシアダービーと呼ばれる。プリメーラディビシオンでの対戦成績は互角であるが、通算対戦成績ではグラナダ CF が優位である。 1961年から1983年まで、プレシーズンに、トロフェオ・コスタデルソルというトーナメント大会を、組織していた。当時の CD ・マラガは、決勝で、レアル・マドリード、レッドスター・ベオグラード、ダービー・カウンティ・ FC を破って3回優勝している。この大会は2003年に復活し、マラガ CF は、決勝で、入ッするユナイテッド・ FC、レアル・ベティス、 パルマ FC を破って3回優勝している。マラガ CF のトロフィールームには CD マラガ時代の3個も含めて計6個のトロフィーが飾られている。2009年8月27日、イギリスのブックメーカーであるウィリアムヒルと3年契約を結んだと発表し、ウィリアムヒルがユニフォームの胸スポンサーとなった。しかし、イスラーム教徒である新オーナーが 宗教上の理由から契約を履行することを拒否したため、この契約は2010年9月17日に打ち切られ、2011年6月に国連教育科学文化機関が新スポンサーとなった。以下のクラブはマラガ CF と提携関係にある。国内タイトル国内タイトル国際タイトル国内、タイトル国際タイトル中、選手の国籍表記は FIFA の定めだ。 代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。